ちょっと、はい、ズーズーワンダーランド、イエーイ、よっしゃー。さあやってきました、ズーズーワンダーランドの時間です。この番組は子供の国と FM コザがコラボレーションをして行っていく新しい番組です。よっしゃ、イエーイ、はい、頑張っていきましょう。はい、お相手は私ミミリーと大喜美です。沖縄子供の国のゴヤです。お長です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。また FM コザではユーストリームと映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter の方も連動していますので、たくさんのメッセージお待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。ではここでまずは第1回目ということでですね、ありがとうございます。子供の国ってどういうところということを聞いていきたいと思います。はい、はい、ではお話ししていただけるのはゴヤさん。ゴヤさん。はい、2時間いただいていいですか。お2時間ですね、残り時間が12分となっております。はい、本当にいろんなことやってますんで、はい、なかなかまとめるのも難しいんですけれども、はい、沖縄子どもの国は、市民県民の皆さんがおなじみの、動物園に加えて、理解と創造は驚きに始まるというコンセプトで、芸術と科学を、テーマにした参加体験型の子ども博物館、ワンダーミュージアム、そして、市民参画の拠点であるチルドレンセンターが一体となった、本当に新しいタイプの施設です。はい、で、動物園と全国ではこの動物園と、子どものためのこのミュージアムが一つの敷地にあるっていうのは、なんとこの子どもの国だけなんです。すごい、すごい、もうここだけにしかない施設です。はい、で動物だけじゃなくて科学芸術、歴史文化も本当にいろんなことを子どもの国ではやっています。はい、はい、うーん、そんな素晴らしい施設でございます。やった、やった、はい、そうですね、はい、開園は今年で何年目を迎えるんですか。ですね、開園は1970年に、はい、開園をしてるんですよ。はい、なので今2015年、はい、45年目。そうですね、おー、はい、50年まで、いや、なんであと、はい、そうですそうですそうです、もう100年も200年もやっていきますよ。はい、はい、すごい、あと5年で50年になります。そうですね、はい、とりあえず今年は45、45、はい、周年、はい、はい、これは45周年で何かやるとかっていうのは、ない。いや、ないことはないです。ま、もう毎日がサプライズです。あ、そうですよね、はい、毎日がサプライズでお客様をお迎えしたい、イベントありますよね。はい、はい、ではここで、ツイキャスの方でコメントが来ているのでご紹介いたします。タロスケさんからのほーんということで、いつもの挨拶なんですけれども、ほうほう、一瞬だけの挨拶ですみません、ではではということで、お仕事中にね、多分ちょっとコメントをいただいて、ありがとうございます。まずね、子どもの国の何かね、これから質問とかあとは気になることなどがあれば皆さんお待ちしておりますよ。はい、ぜひぜひお願いします。ドキドキしますね。ではこのコーナー参りましょう。子どもの国インフォメーション。イエーイ。はい、はい、では子どもの国からの情報をお願いいたします。はい、動物園からの情報なんですけど、はい、明日になるんですけど、動物のお誕生日会っていうのを毎月やってまして、はい、6月は最終馬のウォーリー、ごめんなさい、ウォーリー19歳になります。わあ、すごいですね、素晴らしい。で、最終馬っていうのが韓国の最終党のお馬さんでして、はい、彼はなんか娘と母にちょっとスカンされてて、いつもかわいそうなんですよ。そうなんですか。なので明日の誕生日は皆さんでお祝いして頑張れって言ってほしいなと思いますので、1時半から、はい、
ウマンチュ広場の方でやってますので、ぜひお祝いしに来ていただきたいなと思います。はい。なんかオープニングで何かあるんですか。なんかやぶさめやるらしく。おお。やぶさめ？馬がじゃないですよ。馬に人が乗って、やぶさめですね。くす玉を割ろうとしてるらしいんですけど。当たるかね。まぶじ当たるかどうかも。はい、そうです。その辺も楽しみに。何歳になるんでしたっけ？19歳です。19歳。はい。馬のこの成人っていうのは、4歳5歳では子供を産めたような気がするので、うん、4、5歳はピークですよね。競走馬だったら。競走馬だったら。すぐ JRA の知識をこう出してくる。ごやさん競馬もお詳しいんですか？大好き。いやいやいや、やらないですけど。はい。大好きですよ。本当ですか？はい、じゃあ今度その馬の見方なんかも教えてください。そうですね。馬とあと闘牛も。闘牛。闘牛はもうもっと好きです。じゃあその魅力なんかもね、はい、今度教えていただけたらなと思います。はい。まあ動物園はそんなとこです。ズーナイトあるじゃないですか。あはあ、ワクワクズーナイト。ごめんなさい。はい、6月の毎週土曜日に。はい。自然観察会的な夜の動物園っていうのをやってまして、うん、これは完全に事前予約制で定員があって、はい、実施しているプログラムなんですけど、はい、おかげさまで明日の土曜日はもういっぱいになってて、はい、今年最後が来週の27日になるんですけど、うんうんはい、そこが、あと10名か15名ぐらいは余裕があるので、はい、ぜひこの機会に。でまた夏休みにやるズーナイトは営業時間を延長するズーナイトなので、うんはい、このワクワクズーナイトとはまた全然違うので、うんうんうん、もしこの自然観察とかに興味のある方いらっしゃったらぜひ参加していただけたらなと思います。はい、これなんかこのなんていう企画を聞いていたら、はい、大人のデートって感じですよね。まあ、大人のデートなんですけど、はい、結構みんなで団体行動するので、なんか2人でこっそり外れるっていうのはできないのでちゃんと守れる人を募集してます。、はい、デートでももう全然楽しめると思いますね。え、はい、内容の濃い夜になりそうだなという感じです。はい、素敵な夜が、はい、送れると思いますんで、はいはい、でも明日はもう予約がいっぱいと、はいはいはい、うん、来週の土曜日はまだ空きがありますので、はい、お問い合わせ先はどちらまで、はい、沖縄こどもの国、はい、933-4190、はい、933-4190、沖縄こどもの国までお願いします。はい、お願いいたします。はい、ではここでツイキャスのコメントをお、はい、紹介いたします。いみちゃおじさんから、みみりーちゃん、そして動物園の方々、おはようございます。おはようございます。今日は午後から仕事で出勤前にジムに行くつもりだったけど、ミミリーちゃんの新番組ってことでジム行くのやめたってことで、素晴らしい。ありがとうございます。みちおじさん、子供の国はお子さんと行ったことありますかね。そういうのもあったら教えてください。ありがとうございます。はい、では一旦 CM にいいですか。はい、はいはい、では一旦 CM です。この時間はズーズーワンダーランドをお届けしています。それでは続きまして、まだまだインフォメーションがあるということなので、小屋さんお願いいたします。はい、続いてはワンダーミュージアムの、プログラムの紹介です。ワンダーミュージアムは2014年去年、リニューアルをしまして、常設の展示がすべて新しくなっております。
で、ワンダーミュージアムの中では、不思議ラボ、科学をテーマとした不思議ラボで、工作、ものづくりをテーマにした作るラボで、芸術をテーマにした感覚ラボ、3つのラボがあって、それぞれさまざまなプログラムを展開しております。で、作るラボの方では、7月12日までの毎週土日、パクパクモンスターということですね、これ持ってきたんですよさっきね、フェイスブックにも上げた写真、これですあ、なんか飛んでた間伐材でできた割り箸を使った、はい、このなんていうんですかね、マジックハンド、はい、これを作る工作をマジックハンド、はい、作るラボで開催しています。これは材料は何で作られているんですか？これはですね、廃材なんですよ。廃材と間伐材で作った割り箸。割り箸、はい、間伐材、間伐材わからないですか？はい、あれですよ、森をこう守るために、こう森が成長を促すために間引きをするんです、はいはい、太陽がちゃんと当たるように、でその間引いた木を使って作った割り箸でできた、パクパクモンスターという、 こうマジックハンドみたいなおもちゃ、これは工作をします。はい、で、今週の日曜日は何の日でしたっけ？今週の日曜日何の日でした、はい、日曜日、わかんない、何？父の日でございます。父の日か、父の日の、お父さんに贈るオリジナルビアグラスということで、こういうお父さんにオリジナルの、お父さんありがとうっていう、こう、はい、これ彫られてるんですか？彫られてるんです、削られてるんですね、はいはい、で、絵を描いたり、うん、そういうオリジナルの、グラスを作るプログラムを開催しています。でこのね、マジックハンドを2つこう作って、はい、掴めるの？こうやってね、ビールも飲むことできます。いやー、ね、厳しいんじゃないですかそれ、ぜひ2ついろいろなプログラムやってるんで、はい、お越しください、はい、あと不思議ラボの方で液体窒素、マイナス196度の液体窒素を使った不思議実験ショーを、開催してまして、これ明日明後日はないんですけども、来週、土日、来週の土日は、液体窒素の実験ショーも、開催します、はい、それからまだまだあります、6月23日は、慰霊の日です、うん、ではい、慰霊の日の、スペシャルプログラムということで、今未来を考える絵本たちということで、はい、地下2階の方で、戦争にちなんだ絵本を展示してるんですけれども、はい、その他にも平和を願うピースフルアワーということで、うん、6月23日火曜日の11時55分から、スペシャルプログラムということで、平和へのメッセージを、この薄い発泡スチロールペーパーでできた、発泡スチロールでできた紙に平和へのメッセージを込めて、はい、ワンダーミュージアムの吹き抜けの上からこう鳩が舞い降りてくる、うん、これはとても素敵な、プログラムになると思いますので、はい、もうね、クーラーの風だけでもね、はい、飛んでいきそうなので、すごいですね。これ見ます？お、これが吹き抜けの上の方からたくさん降りてくると、はい、すごいすごい、はい、ですね、ラジオではなかなか伝えられないこともありますので、ぜひワンダーミュージアムに来て、はい、参加をしてください、はい、それからもう一つだけ、笑顔をつなぐお話し会ということで、6月の23日14時から、前城英子先生と、うん、沖縄市の、ユニットシロップドロップによる、本と、紙芝居の読み聞かせで、朗読のお話しショー、歌とか朗読のお話しショーということで、とても楽しい、素敵なプログラムが6月23日火曜日14時から開催されます。はい、以上ですかね。はい、以上です。はい、子どもの国のインフォメーションのコーナーでした。それではここでメールを紹介したいと思います。はい、ラジオネームはマーデーさん、はじめまして、マーデーです。マーデーさん、新しく番組始まったんですね、うん、ファイトですということで応援メールをいただきました。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。そしてもう一件、 お名前はぽっちゃりさん。おお、ミミリー新番組おめでとう。子どもの国か、うちのアワラビンチャーは必ず行くとこだね。ありがとうございます。遠足とかゴールデンウィークとか、
番内草動物あるある飼育員裏話聞かせてくれなということでありがとうございます。ぽっちゃりさん番内来てください。はい、番内来てください、はい、ということでここで一曲ね音楽でもお届けしようかなと思います。ハクナマタナです。ではこの後に飼育員さんの裏話をお願いしたいと思います。いや分かってないです。そうですね、分かってない、立ち打ちできます。最後にごめんなさい、あの少し告知ってまたできますか。できます、時間リレーの日も、はい、作ってます。エンディングの、あ、ありがとうございます。エンディングに明日あのオープニングセレモニーが明日、このあの今喋ってください。あ、大丈夫です、大丈夫。あ、でもこれはインターネットでは聞かれてます。おお明日このあの慰霊の日の先ほどあの小屋さんがお話ししてたものの、はい、あのまあ、プログラムの一つなんですけども、はいはい、あの特別展示ということで、あの首里高校の皆さんが作った、そうです、あの大きい瓶型見ました。 ありがとうございます。すごい、あ、その展示が明日からということで、はい、その首里高校のあの生徒さんが作った、なんかベールに包んでダーンとかやるんですか。それはお楽しみです。最後バシッと、ね、2時から、はい、あのセレモニーがあって、はい、それから展示になるんですけど、これ最後にちょっとお話しさせて、ぜひぜひお話ししてください、はい、大丈夫ですか今のところ。あ、できたらですね、マイクは近づいて話してください。今ちょっと拾うのが大変なので。小林さんは何の話ですか。小林さんもまだ、あ、はい、次は皆さん毎週来るんですか。いやいや、あのいろんな人来ますんで、はい、カルワグリ、いろんな人来ますんで僕の声広い、広いのかですね。でもちょっと遠いんですよ、やっぱり。本当ですか、はい、あ、でも これもネットではずっと配信され続けている、はい、ということは常にこうやってそうですね、はい、でもなんか知らずにこうゲストさんとか CM 中とか携帯いじってて、なんかそれが残ってたりとかするんですよ。面白い、ピシッとしないといけないですね。あれですか、勝さんの話ですか。それ知らん、それ知らん、それ知らん、海パンの話、海パンの話聞いたことあるかもしれない。あれはなかなか破壊力がある、爆発力があります。放送できる、ギリギリ、ギリギリくらいだよ。でももう今はいない人の話題で何か叩かれたらどうする、その名前はあの適当に P 入りますから、ね、全員入らないよ。フルネームで言っちゃう。あ、でも良かったんじゃないですか、こういうあの伝説みたいなの残しとこうみたいな話してたじゃないですか。でも これだともう残るわけですよ。はい、残ります。喋ったことそのままの、めっちゃまずいんじゃない。はい、お届けしたのはディズニーのライオンキングからハクナマタナでした。ではその続いてこのコーナー参りましょう。飼育員さんの裏側マスケ。はい、このコーナーは飼育員さんの面白いエピソード、生まれたばかりの動物の近況などを教えていただくコーナーです。ー今日のお相手はこちら、自己紹介をどうぞ。大気味です。はい、大気味さん、はい、よろしくお願いします。私はね、何度かお会いしてるんですけどね、はい、はいはい、私こう見えて、はい、子供の国で勤め始めて、はい、27年が経過してるんですよ。本当ですか。そうなんです。じゃあ私が多分おぎゃーって時にはもう飼育員さんになってたかもしれないですね。まあ、そんな感じだったと思うんですけど、はい、まあその間にいろんなことはありました、はい、もう動物好きなので、うん、すごい面白い面白い。誰か通りました今職員応援しに来てくれたんですかね、ありがとうございます。面白い場面が多々あるんですけど、はいはい、その中でもやっぱりなかなか体験できないだろうなっていうのが、うんうん、あのカバの
うんこを頭から、はい、頭から浴びたっていう経験があります、ね、カバのうんこね、ご自身が、はい、あの新人の頃でとっても一生懸命だったんですよ、で、その頃カバがカバのお家ってちょっと 2階構造になってて、1階には今とはちょっと違うんですか、あ今と一緒です、今と一緒だけど今1階には誰も住んでなくて、はいはい、当時は住んでたのでその子の世話をしてたんですよ、はい、うんうん、そしたら雨が降ってきたので、はい、あのなんだこの大粒の雨はと思ったら緑色でその雨がね、そうですそうですなんだこの雨はと、そうそう、普通雨が降っても逃げないじゃないですか、あ雨かぐらいの、まあ飼育係もそうですね、で気がついたこの緑の点々がいっぱい増えていってパッて見上げたらカバのお尻があって、あのでもこのカバってオスってマーキングでうんこを飛び散らす、はい、飛び散らす、ね、尻尾でね、そういう習慣なので、まあ下にいた私が悪いんですけど、はい、でもその時あのすごい長い髪の、はいはい、若い時長い髪だったんですけど、長かったんですか髪、そうですそうです、腰までだったんですけど、腰まで、そうそう、それがそのあの浴びたことで、これはちょっと髪のお手入れはすぐできるようにと思ってベリーショートにして、あそれから、はい、あ髪長かったんです、それまで、そうですそうですそうです、でベリーショートにしたらその日からあのお客さんに、はい、おじさんおじさんって呼ばれたり、この親子で来てた方が、はい、あの子供がおじさんおじさんって言ったから、はい、お母さんがあんた違うやろお兄さんだよって言ってどっちにしてもね男性っていうね、それがすごくなんか思い出に残っていて、なのでまあ今はもう本当に女性の飼育係さんも世の中多いですけど、はい、私がそうそう当時働き始めた頃って女性の飼育係っていうだけでなんか新聞の取材が来たりとか、そう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 、そういうなんか珍しがられていたので、やっぱそれほど体力的にも苦しい時があるからっていうことですか、そうですね、そうですね、結構やっぱ男の仕事っていうイメージがあったと思うんですけど、はい、それであのおじさんおじさんって言われて、まあ、今は笑い話ですけど、はい、あの時はとっても傷つきました、ありがとうございます、まあ、面白い、それで今この髪短いんですか、それからずっともう髪短い、いやもうあの大丈夫です何が大丈夫なの、何が大丈夫なの、油断したらダメですよ、降ってきますね、何が来るか分かるんですかね、そうですねでもあのカバのうんこってあの草の匂いなんですよ、はい、あそうですね、だから一回かぶってもいいかな、すいませんもう朝からうんこうんこってそうだお昼前だったらごめんなさい、まあまあまあ、でもね、はい、ライオンのうんこよりは臭くないよっていう話をね、カバのうんこ、そんな話でしたはい、ではここでツイキャスのメッセージを紹介します。いみちおじさんから、子供の国娘が小さい頃よく行きましたよ、動物触れ合いコーナーでは娘よりテンション上がってましたよ、昔目が合うと静かにお尻に手をかざしうんちを投げる猿がいましたっけ、うん、今もいますか、多分ハラコのことだと思う、あれオランウータンか、チンパンジーか、ハラコが時々やってましたけど、ちょっと怒ると機嫌悪いとね、ペッてあのそうですそうです、観覧の方にねあれ目が変わりますよね、キリッとね、もうでもすごいずっと見てたら、あの投球のなんていうんですか、コントロールも抜群だったので、はい、もう狙われたら危ない、もうべちゃっとつく感じでまた当たったことあります、すいません、うん、なんですか、当たったことあります、ないですないです、私ね、なんか中学校かなんかの遠足で行った時に友達がやられてましたで、キャーってなってたのを覚えてます、はい、続いてアッキーさんから、ミミリさん父の日も忘れたの、アギチャビよもうダメさ、すぐ名号さだなって言われました、うん、すいません、今日今朝ねお姉ちゃんとね父の日何あげるっていう話をしたばっかりだったのに忘れてました、お父さんいつもありがとうってここで言っときましょうね、はい、はい、続きまして沖縄北さ ん、これは沖縄子供の国プレゼンツズーズーワンダーランドが始まりますよ、毎週楽しいイベント紹介、飼育員の裏側まで旬な情報をたくさんお届けですかって、そのまま万歳、沖縄北さんありがとうございます、そしてみっちゃんじさんから、去年のクリスマスには高校生の娘と彼氏をはるばる富城から子どもの国のイルミネーションを送り迎えしました、お父さんも中に入ろうかなって言ったら娘は邪魔しないでって笑われたそうです、いいお父さんですね、いいお父さんですね、娘さんの彼氏、おいへわー
そしてまたまたいみっちゃさんから、宮古方言でズーズーとは行こう行こうという意味の言葉があります。だから私の耳には行こう行こうワンダーランドって聞こえます。ズーズー子供のクリンかいって書いてあります。すごい2つの意味がありますね。ズーズーは英語で動物園って意味なんですけど、また宮古方言では行こう行こうと勉強になりました。ありがとうございます。そして最後に沖縄北さん、この時間のうん丸々話という形ですね。失礼いたしました。はい、あすごい、島袋さん沖縄市役所プロジェクトチームの島袋さんありがとうございます。皆さんギャラリーでね、こう車でポーと通って手を振っていただくという、なんと温かい番組なんでしょうか。ではですね、ここで今日の情報のおさらいをしたいと思います。はい、はい、最後にですね、子どもの国の明日また行われる、はい、プログラムなんですけども、うん、先ほどのゴヤさんの方からこの慰霊の日の特別企画ということでワンダーミュージアムで開催されるいくつかの企画のお話がありましたけども、それにちなんでですね、この明日首里高校の首里高校なまってました首里高校首里高校です、首里高校の、はい、生徒さんたちがこの瓶型で、はい、この大きな動物とかいろいろなモチーフがある瓶型の作品を、はい、今回この子どもの国の方に寄贈をいただいたんですね、はい、ですからそれをまた特別展示ということで、はい、そのお披露目が明日、うん、ね、この、はい、瓶型が選ばれたきっかけっていうのが、はい、そのホームページでも見てたんですけど、はい、なんとなんと動物がねたくさん、そうですそうです、そうです、瓶型なんですけども、はい、いろんな本当に動物のモチーフがあって、ね、なかなかね、そうです、なかなか瓶型で動物が描かれるのはないので、はい、ということで今回、はい、またこの瓶型の作品もこの当時の生徒さんたちがこの希望というテーマで、はい、作られたということで、はい、それを子どもの国に寄贈いただく、そして明日またお披露目ということで、うん、その午後2時からですね、はい、午後2時からワンダーミュージアムの方でそのオープニングセレモニーを開催したいなと思ってます、はい、そのセレモニーではもうそのお披露目ということもあるんですけども、哲学家のキキさんも、はい、特別ゲストということで、彼女も首里高校出身なんですよね。ですからそのお招きしてちょっと、ミニライブというかミニライブも含めて、うん、ちょっと2時から、30分ほどですね開催をしますので、はい、ぜひまたワンダーミュージアムにお越しください。はい、では今日もあっという間にですね お時間が来てしまいました。この時間は沖縄子どもの国プレゼンツズーズーワンダーランドをお届けいたしました。お相手はミミリーと大喜美と子供の国のゴヤと小長です。もう一度小長でした、はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。また来週また来週、はい。